どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。まあ、前回ね、章の終わりだったので、4章の方から始めていこうかなと思います。まあ、一区切りついたってところだね。お？うわぁ、ここでまさかの、村思い出すの？しかもこれ収穫した後っぽいよね。いない。もうやけに、周りの音がちっちゃいっていう。このタイミングでここ出てくるか いや、酷だな。ジョンか。浮かない表情じゃな。今と喧嘩でもしたのか？それはいかんぞ。早く謝りに行くのじゃ。きっと許してくれるじゃろうって。いやー、まあ、銃ガンガン改造したからね。原型ないんだよな。うわー、懐かしい。スープか。湯葉を探せばいいんかな。あ、お兄さん。ようやく顔見せたか。今日が収穫日だってのを忘れたと思ったぜ。あー、収穫日当日が来てたらっていう話か。お前だって来たばっかりだろ？ははは。昨日の宴は盛り上がったからな。ああ、迎えるはずだった。翌日ってことか。嫌な夢だな。これ夢だろうね。ジョンいるね。話しかけれないね。湯葉を探しに行く感じかな。あら、ジョン、ユバに会いに来たの？ユバなら村の外で待ってるよ。外か。ここにサンちゃんがいないっていうのをなんか、不思議な感じするね。来てしまったのね。それ以上近づかないで。そういう意味じゃないの。私が言いたいのは、あなたのせいじゃないってこと。これは運命なのよ。あなたが来ても変えることはできない。でもこの話はもういいわ。サンは元気？新しいお友達はできた？あなたまだ自分を責めているの？もう時間みたい。私の朝食をあなたに食べてもらいたかったわ。ああ、そういえば結局サンドイッチもらっただけで、食べに行ってないもんね。うわあ、嫌な夢やわ。ジョン。起きてよ、ジョン。ん？こんな夜中に？ジョン、タタリが来たぞ。ええー、このタイミングで。タタリだよ、ジョン。本当にタタリが来た。ああ、でも、前回ぐらいでなんかちょっと機会がなーって言ってたんだよね、イザベルが。
ジョン、早く風神の社へ行ってくれ。ボスと姫様が待ってるぞ。うなされた上に、うなされた上に、二人が来るっていうね。はあ、じゃあここの、街も沈むのかな。それ嫌だな。まあでも、いずれ来るっていう感じだったしね、たたりはね。やしろはどこ？ジョン、風神の社はプリンセス通りの西だ。ああ、あのでっかいやつのところか。急いでくれ。姫と他の皆がそこで待っている。オッケー。ちょっと待った。アイテム、まあ大丈夫かな。ここかな。ジョンの兄貴、よかった。いつの間にか兄貴になってる。あー、そういう仕掛けだったのか。わー、かっこいい。ここから制御室に行ける。はいはい。親分と姫様がお待ちだぜ。ってことは、親分は知ってたんだね、施設のことはね。お宝があるよね。ここら辺お宝があるよね。上か。ここか。はい、上級。隠しパーツだね。この曲焦るな。あ、でも地下こんななってんだ。回復アイテム買っとこう。これ弾薬、弾薬どう？意外とね、補充状況見れないんだよね。45、容量だもんな。料理はできるが、まずセーブだね。地下にいる感覚は馴染み深いのではないか。よどんだ空気、狭い空間、直感と経験だけが冒険の道筋を照らしてくれるのだ。記憶を残しますか。はい。そうだね。制御室は上。でも制御室にいて何も変化が起きないってことはトラブル起きてるってことだよね、単純に。目標は17番水門に接近中。ダム到着まであと3時間55分。中央変圧システム準備完了。各種冷却システムの動作テストを開始。ひまわり坂の充填効率が下がってます。地下鉄の配電設備に故障発生。間に合いそうか。通常の力はアンドライネデリー。ははは。市民の避難完了。あ、いや、3人足りない。子供か。充電効率引き続き低下。イザベル、どうや私たちの出番ね。地下鉄への配電は私に任せて。あなたたちはゼニアに行って、みんなそこに避難しているわ。行方不明の3人の手がかりがあるかもしれない。あ、やっぱ子供か。ほい、じゃああれだな、とりあえずアイテムはなしだね。
ファストトラベル使えるんかな。あ、できるね。マジでファストトラベルって見つかんないの。いけないってことか、単純に。あ、そうだね。マジか、歩くんだね。まあでもイザベラ救出に慣れてそうな感じだよね。前回も助けてもらったし。でもさ、なんで分かったんだろうね。あそこたたりが来るっていうのね。たたりが来る検知のやつをなんか乗せてるのかもね、あのロケットね。そろそろ危ないですよみたいな。それともイザベルが特殊なのか。さて、ゼニア、ゼニア、ゼニアって言ったら上か。だよね、ゼニア。うん、上だね。急げ急げ、まがまがしい感じが出てきたね。それにしてもまた曲が全然違うよね、以前と比べると。あ、救出は任せた、どういうこと？ここにいないの？彼らに伝えた方がいいかな。ジョンならきっとわかってるさ。何何？アルファがまだ避難してない人がいるって何人か知ってる？ジャスパーだよ。あ、ジャスパーか。ジャスパーがいないんだ。避難を始めてから誰もジャスパーを見てない。きっとまだ公園にいるんだ。見に行かなくちゃ。ジョン早く行こう。ジャスパーか。いやー、でもジャスパーは確かにな、トラウマ残ってそうだよね。一回そういう目に遭ってるからね。ちょっと、急げ急げ。ジャスパーは公園かな。公園にいるといいけどね。ジャスパー？あ、そもそも。やめて、どいてよ。襲われてたんだ、しかも。今度こそ思い通りにさせないんだから。あれ？でも初めて見るモンスターだね。いてててて、ちちちちち。ちょっと待った。思ったより、もう、動き早いし、早い早い早い、いて。ちょっと待った、しかも、なんかスライムみたいになってる。硬っ。あ？なんかいる？あ、いた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 、ちっちゃいの、いた。動き早っ。普通に強いね。私、今回は逃げなかったわ。ジャスパーは勇敢な戦士みたいだよ。本当？私が？勇敢な。あと二人いるね。じゃあもう一度ゼニア行ってみよう。あー、マジか。ここだけじゃなかったんだ。しかもさ、若干強えんだよな。マジで。動きが早いのに対してさ、回避行動っていうものがないから、すんごい難しいね。こっちから登れるっけ？いや、登れんな。いやー、マジか。単純に早かったなー。街中だとサンちゃん帰れないのか。あと二人はどちらに？
何回言わせる気だ。まだ二人いる？避難してねえだ。そんなこと言われても今はどうにも。もしかしてあの兄弟？言い訳は聞きたくねえ。マング。ジョン、さん、ここで会えてよかった。怪物が追ってきてる。街のすぐ外に嫌がるぞ。私たちもそのことで来たの。そいつはよかった。あんたらだけが頼りだ。座ってるだけの薄野のどもは違うな。言うな。まだ避難したい人がいるの？そうなんだ。情けねえことだが、あの間抜けの二人だ。酒場かな？あの兄弟のこと？あの通り。浅はかでしょうもねえ二人組だ。今じゃ町の誰もが知ってるよな。ともかく二人がまだ避難してきてねえ。ドラゴン市場で見かけた人がいるらしい。ドラゴン市場か。カニか。ジョン、行こう。気をつけてくれよ。怪物たちが、どうもおかしい。用心してくれ。怪物たち。まあでもなんか、今まで見たことない怪物だったね。怪物は怪物でも。もう分離する敵は今まであってないよね。なんか汚ねえスライムみたいな。そんな感じだったよね。汚ねえスライムだったの。ひまわり坂。ちなみに、まあまあまあ、できないよね。装備強化したいなと思ったけど。物資の確保ができないのか。あそこ。うわぁ。剛腕素手でやってんのか。どけどけ。おでは兄貴を助ける。おでは止められねえぞ。で、こっち向くんすね。ノックバックないの、痛い、ノックバックねえのがさ、強いんだって。危な。でも住人たちは戦えないわけじゃないんだね。二人のおかげで助かったぞ。早くゼニアに行こう。夫人が動き出すよ。いけねえ。シルバー兄貴。大駅に行っちまった。おでは助けに行かねえと。大駅でいいのかな？私たちに任せて。地下鉄ですぐ行けるよ。助けてくれんのか？ありがてえ。それじゃあ一緒に行こう。あ、外に行ったってこと？まだ来ないね。切符係の人もいない。みんな避難したんかな。まあそれはそうだよね。どうしよう。地下鉄の運転ってできる？車の運転は親父から教わったけど、地下鉄もそう変わらねえよな。ただ問題は車両がねえってことだ。じゃあ回り道していく？これはダメだ。街の外は怪物だらけだ。まあでもそうするしかないよね。骨も残らず食われてる。あ、モングだ。ゴーワン。親父。話は聞いたぞ。俺、駅に連れて行ってやる。でも、兄貴が。黙れ。こんな時に何を言っている？すぐに乗れ。わかった。まあ、なんか、親父と喧嘩してお前喋んなよみたいな感じなんだろうね。ジョン、乗ろう。行くぞ。駅着いた。こっからだよね。シルバー、あいつどこへ行った？下手打って死んだりしてねえだろうな。来るな。あ、下の方か。
るなって。わかんってねえぞ。もうダメだ、震えてる。音たち力持ちなんだ。痛い目に遭うことになるぜ。待て、わかったぞ。俺の真珠が目当てなんだろう。諦めろ、あれは俺のだ。絶対に渡さねえ。今お金とどっちが大事なんだって話なんだけど。さ、ちょっと待って、3を離せ。クッション、3ちゃん捕まってたもんね、普通にね。兄貴、ゴーアン、来ると思ってたぜ。見ろよ、何を手に入れたと思う。黙って列車に乗れ。親父？どうしてここにいるんだ。兄貴、早く乗ってくれ。風神が動き出すぞ。風神？それってあの風神のことか。マジか、思ったよりやべえ状況だな。風神を使うっていうだけでやっぱ状況悪いんだね。この真珠があれば大儲けできるぞ。兄貴、さすがだな。真珠があるってどうして知ってたんだ。情報、あのウィリアムから買ったんだ。あー、騙されたんだね。結構高かったな。え、ウィリアム？コスメを売って大儲けしたあのウィリアムか。ああ、そうだ、あのウィリアムだ。これを金持ちに売りつけるぞ。大丈夫かな。なんて無礼な奴らだ。命の恩人に礼の一つもねえのか。1、2、3、ジョン、3人いるよ。早く制御室戻ろう。そうだね、待ってくれ。もう一つ頼めるか。変なこと言うようだけど、姫をしっかり守ってやってくれ。了解、お姫様はちゃんと守るよ。ジョンは戦闘のプロだから。トニックボーイもいるし、それにイザベルも。イザベルか。どうしたの？いや、なんでもねえ。気をつけて。な。イザベルはなんかあれなんかな。ここの村の人たちじゃないのかな、もしかしたらね。例えば、イザベルに関しては外の人たちとか全然接点ないもんね。不思議なことに。そうだな、なんか。アイス食っといて。お？ソロモン。カロン、俺に答えろ。根本的に切るっていうね。どうしてまだここにいるんだ。制御室に行け。またお前か、ガサツな乱暴者め。そうか、決め、いたずらはやめてついてこい。まあそうなるよね。ジョンも早くな、風神がもうすぐ動き出すぞ。この装置、あれ？もしかしてさ、これ、渡されたやつじゃない？可能性としてはね。だってこんなテレビとかないもんね。あの地下以外には。しかもなんでカロンのこと知ってんだろうね。カロンって、あのジョンたちがいた島でしか知らないんじゃないの？
なんか特殊な呼び方かなと思ってたけど。不思議だね。ソロモン何者なんだろうね。あとどのくらいかかるんだ？もう少しより落ち着いて。愚か者め、離せ。汚い手で触るな。おとなしくしてろ、ちびすけ。プリンセス通り変電所、出力が上昇。地下鉄の電力回復。アルバ戻ったよ。あんたたち、さすがね。これで始められる。ぐずぐずしていられないわ。作戦開始。作戦開始。全冷却システム最大出力。全冷却システム最大出力。2号加速器を起動。2号加速器を起動。あと、管理室だね。全加速器フルパワー。全電力をプリンセス通り変電所に集中。3号機に到着。今よ。最終安全装置を解除。最終安全装置を解除。風力修正。自動電力、電圧まであと 20%。 あ、そこにあったんだ。濃度低下中。 30%、10%、8%、2%。 へー、たたりってでも風でしのげるんだね。消滅、たたりが消えた。めっちゃ嬉しそう。やったわね。そんな、ありえない。ソロモンがたたり呼び寄せてんのかな。ただいま。ソロモンが謎すぎんだよね。どっちかっていうと、そのたたり側だもんね。すごく静かだね。こういう時は飯だね。あれ、飯作んないんだ。私、たたりなんて怖くない。でもなぁ、さんちゃん、一つ前覚えてないからね、白芸校あたりね。セックスオンザビーチをお願い。私はいつものやつ。いちごミルクなんだ。イザベル、たまには大人の味を試してみたら？アルコール飲むと反応が鈍るのよ。アルバも飲みすぎちゃダメよ。はいはい、分かったよ。またお説教ね。私はただ
仲がいいのか悪いのかね。ねえ、イザベル。何？なんだか、久しぶりだね、こうやって飲むの。そうね。全部終わったら、一緒に旅に出ようよ。いいわね。どこに行こうかな。南に博士の村があるらしいよ。楽しそうでしょう。いい資料がありそうじゃない。おじい様は北にはバイク乗りがいる。一生バイクに乗ってた。それに猿はイザベルが、そうだそうだ、未来にも行かなきゃ。不死のテクノロジーを持つ町よ。右、あれだよね。イーストの方に行くと未来っていう村っていうか町があるんだよね。迷ってるな。あるわ。大丈夫？私、怖いよ。たたりが怖い。もしも風神が起動してなかったら。そんなこと言わないで。私が。保証する。あなたは絶対に大丈夫よ。あ、第4章、こっからか。忍ぶと。感じる。ひしひしと感じる。魔力が集中し、失った時間が体内に戻ってくるのが。けどもっと若返るはずでは？若返っているに気づかないの？よかった、それか。テレビか。厄災は若返っているし、身のこなしもヤギのように機敏だし。アルバが帰ってきた。朝帰りですね。あれ？おはよう、サン研究員。ソニックボーイさん。じゃあ見てみて、ソニックボーイだよ。留学モード起動。へえ、そんなんできるの？方向分析中。嗅覚？何それ？あはは、カレーだ。私の大好物。ソニックボーイもカレーが好きなんだね。アルバもジョンのカレーが大好きなんだよ。イザベル、今日はカレーだって。もう完全にバレてますね。え、イザベル？イザベルも帰ってきたの？おほん、要するに、イザベルからジョンのカレーの話を聞いていて、ずっと食べてみたかったのさ。そうなんだ。じゃあ一緒に食べる？残念だが、私には他の任務があるんだ。けれど、アルバとイザベルは現在制御室にいる。お腹がペコペコらしい。なので、研究員に昼ご飯を頼みたいとのことだ。さん、研究員、了解です。よろしい。では、私はこれで失礼するよ。困った時は遠慮なく呼んでくれ。音速で飛んでいくぞ。なぜなら私は。ソニックボーイ。またね、ソニックボーイさん。さあ、カレーらしいよ。カレー弁当だって。ジョン、急いで。はいはい、弁当を持っていかないとね。カレー準備 OK。
ライス準備 OK。 昼ご飯作戦開始。目標地点はダム制御室。あ、ねえのか、ここにカレーはねえのか。カレーあったらなと思ったけど、じゃあ今回ここにしましょうか。ちょうど霧がいいしね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まあ、次回は、そうね、第4章たっぷりやっていく感じになると思いますので、楽しみにしておいてください。ご視聴の方ありがとうございました。また、あ、そうですね、チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。